ねえ、とにかくまず自分の目標を決める。もう一度自分は今の仕事が嫌なのか、嫌だからどこかに何とかしたいのか、小説家になりたいのか、その違い大きいですから、まずそれを把握しましょう。なんか小説講座というよりも坊主の法案みたいですけど、結構それ大事ですから。いいね、今が不安だから、じゃあ今のところが生活に不満があるから、じゃあやめてしまえって言って、じゃあどっかなんか探そうとしても、今が不満でこれがやりたいから今の仕事を追っぽい出していこうというのと、今の仕事が嫌だから追っぽい出してどっか行こうというのとちょっと違いますから、ニュアンスがね。